RMC の時の、まあ、急にバリアリアが厚くなりましたよというのを僕はやってるんですけど、ちょっと、まあ、今論文をこうもう半年かけてちょっと書いてるんですけど、それもあってレビューもゆっくりちょっとやらせてもらおうと思います。で、まあ、水温と塩分のプロファイルを海の中でこう書かすと、まあ、例えば混合してよくかき混ざってると、まあ、肛門だよねという部分があって、で、そのディファレンスだけ取って定義するのは、例えば 0.2 度とかっていう地球規模を使ったり 0.5 度とかってあるんですけど、まあ、僕は 0.2 度を採用して、まあ、厳しくやって、それで、まあ、それを等温層で、これがイコール混合層になる場所がほとんどなんですけれども、場所によっては混合層を厳密に定義するとき、まあ、本来はシグマ密度なので、その密度に対して温度 0.2 度変化相当のデルタで厳密に混合層を定義すると、塩分にこうやった傾きの清掃があると、まあ、この2つがずれてしまう。で、その2つのずれの幅をバリアレイヤー定義するんですけど、で、まあ、この定義自体はまあ一般的な話で、例えばまあ今回の事例ですと、例えばの事例ですけど、リファレンスデプスっていうのをまず最初に決めてです、まあ、本来厳密には0メートルの値なんでしょうけれども、大体の場合そういうデータはない場合が多いので、まあ、アルゴだと思ったらあれかったりしますけど、まあ、10メートルをリファレンス、表層データのリファレンスとして、その値から何度ずれたか、何シグマずれたかというので、まあ、定義します。例えば、まあ、これだと、MLD は10メートルになります。冷凍温層 ILD は30メートルになります。で、その引き算するとバリアレイヤーシックネスと呼ばれるタームを使うやつは20メートルになりますという話になるわけです。で、この厚さが、まあ、どういうふうに変動するかというのは、当然その大気の強制に効くでしょうということを、まあ、最初考えてやったんです。で、実際すみません、すみません、はい、このプロファイルは、その考えている期間かつ考えている領域の全ての平均的な、平均であってもいいですし、地点でもいいですし、何でもよいです。逆に言うと、そのデルタ T ってこれから考えようとしているのは、はい、空間的変動ではなくて時間的な変動。あ、これですか。これはですね、延直ですね。あ、そういうと、ここのリファレンスの温度に対して何度下がったか、で 0.2 度以下のデルタであればほぼ等温とみなしましょう、うん、で、だからここまでは等温層でよくかき混ざってますよという意味です。いや、すみません、多分こっちは常識がないんだと思って、はい、その考えてる領域内でその MDO を来る来ない関係なくどの程度変化するかということをちょっと最初に知っておきたいんだけど、はい、これはほとんどもうだからその沖の島ぐらいから海岸までほぼこんなもんだと思ってていいのかとか。これはでもあくまでサンプルなので、ま、実際の変動は全く別で、時間的にはどんどん変わります。どのぐらいの時間ですか。例えば表層、一番表層は弱いけど日変化があるって、まずはその結果から示します。あ、わかります、すみません、はい、まあ、それがまず一つは結果です。で、全くなかなか変動がこうゆっくりな場所もあるし、場所によっては大気に対して敏感な場所であればバンバン変化するということです。それで、まあ、あの言葉の定義をこれでちょっと今誤解がないようにしておいてほしい。あの今みたいな質問すいません、はい、で、まあ、ここの塩分と水温を使って MLD も計算します。で、延直にリファレンスを取った時に、まあ、およそ 0.07kg/立方ぐらいの値になるんですけど、それぐらいのディファレンスしかないんであれば、まあ、かき混ざってるとみなしましょうという定義です。MLD に対して。で、ですね、まあ、あの観測結果をまず言葉で簡単にまとめておきますけど、まあ、
ドラスティックディープニングというタイトルは何がドラスティックかという話なんですけど、まあ、このさっき定義したバリアレイヤーというのを測っていたらですね、わずか1日で5メートルから60メートルになった瞬間があったというのをドラスティックと呼んでいます。それで、5日間 MGO が通過してって観測が終了しちゃうんですけれども、まあ、終了するまでの時間が5日間あって、その期間でまあ最大値を取ら、多分本来はもっと深くなったんでしょうけども、最大値として取れたのが85メートルという厚さでした。でこの数字にどういう意味があるかというと、まあレビューした感じではこの85っていうのはほぼ最大に近いです。全球でいろんな、統計解析とかっていうのを見てると100はほとんどいったのを見たことがないというか、まあ、80を超えたら相当分厚いバリアレイヤーと言えるで、まあ当然ですね、統計解析とかだと時間的な変化を追っかけてるっていうことはほとんどないので、例えばアルゴフロートとかのデータだと10日に1回とかですから、まあ、こういう時間スケールでの劇的な変動点を取ったことがないので、まあ、まずそういう劇的な深まりっていうのは観測されたことがない。僕がレビューした感じで。あ、すみません。はい。用語が若干コンフューズしてると思うんですけれど、はい、ディープニングなんですか、テックニングなんですか。あ、厚くなってるのか深くなってるのか。そうですね。あ、それちゃんと区別してます。はい。区別してないです。すみません。ちょっと混じってました。はい。結果的に今シックニングに統一しようとしています。すみません。で基本的にはだから用語はそこで言っている、はい、5メートルとか60メートルとか85メートルというのは厚さなんですか、深さなんですか。厚さです。バリアレイヤーはシックネスなので厚さです。厚さ。はい。ILD とか MLD はディープニングします。サーフェイスから、はい、あるいは、まあ、サーフェイスからパズルとか、ミックスレイヤーデプスがインクリーズするみたいな言葉も使うみたいですけど、まあ、ディープニングかインクリーズするかもどっちかです。でバリアレイヤーはシックニングがいいようです。はい、まあ、でもこれ自体にもインクリーズを使うようですが、ちょっと、はい、それ混ざらないようにします。はい。でいろいろ観測データから何かを使えるものを全部使って、僕が今得て論文にまとめている結論はまだ投稿してないんですけども、これは、MGO が来た時に、まあ、当然フォーシングがかかるので、それによるバーティカルミキシングは確かにあったということが示せたということと、もう一つそれだけでは説明できない部分があって、でそのそれだけでは説明できない部分が 何だったかというと、海洋内部のケルビン波が来ていて、でそれがダウンウェリング、水温約束全体自体をこう下げる方向に働いていたので、それも後押ししてくれたということが、この2つが、インフェーズになっていたということが、ドラスティックを起こした、ドラスティックにつながった理由だということです。で、まあ、この結論に向かっていきたいんですけども、でさっきは言葉の定義をしましたけど、じゃあ今度はですね、バリアレイヤーの厚さ自体を増やすためには、まあ、方程式上どう書けるか、まあ、方程式って大した話ではなくてですね、そのバリアレイヤーはさっき最初に言ったように塩分の清掃延直経度ですね、延直グラジエントなので、それが増えていけばいい。じゃあそれを増やすには分解すればこういう効果があるよねという話です。で、延直経度が時間方向にこう増えていくためにはっていうテンデンシーは理由と、ナブラは何、水平のナブラ、はい、水平のナブラだったら3は DSDG どれですか。3はその3番目のこと、いやちょっと意味わかんないけど、 U は何、 U は水平流ですか。はい、これが異流ですね。だから水平流速でもともと延直、あ、ちょっと下見ますね。イメージとしては例えば水平流っていうのは他にもすでに別な場所に塩分清掃が存在していたのを
観測地点のところに持ってくるということです。だから観測地点のところには最初なかったんだけども時間変化として現れたという時に他の場所に存在しているものがやってくるということが起こり得るのでそれが水平移流です。だからもともと延直経路があったのを動かしてもという話です。ちょっと待って、それで分からないのはその SZ の Z ってどういう意味ですか？あ、これは Z 方向に微分したグラジエントの意味です。なんで4、ごめん、さっき3って言ったけど、4はなんでその DSDDD かね。あ、ちょっと一つずつ言っていいですか、順番で。うん、はい。まあ、まずその水平流はいいですか、大丈夫です。というか、要するに、これは 何から出てくるんですか、ラグランジュの保存法則みたいなのから出てくるということですか。DSDD、大きい方の、ラグランジュ微分の DSDSDDD から、とか言ってもらえばまず分かる。ラグランジュ、はい、まあだから普通の、時間微分をオイラ微分ね、はいはい、こっちを分速度とかで分解していくとこれしかないよねというのを確かに話して、なんでそんな行事に出てくるのかよく分かんないけど1と4だけで気がするけどそうじゃないじゃないです。でもう一つは、まあ、これほとんどこれ例えばだからほとんど無視できるという方は当然存在するんですけども、例えば延直流があった時に例えば上の層に存在していた塩分性層を下に持っていくということはできるのでそういう延直流が存在しています。上にあった、バキュアリエアを下に下げるだけなんでこれはあんまり意味がないんですけど、ただ、こいつは、上にすごく浅いところに必塩分性層を存在したのを下にまばらかすようなプロセスの中では一応バリアレイヤー この方を作りうるということです。で、これはまあ W がちっちゃいので桁時にほとんど無視されるんですけども、で、もう一つがティルティングです。このだから水平移流とティルティングがまあ過去の研究では有名なところで、例えばその右と左で、西と東で塩分の水平グラジエントが存在しているという場合に、表層だけがこっちに流れて、でちょっとサブサーフェスの方が反対側に流れるとですね、ここでプロファイルを取ったときに、そこは塩分清掃ができてしまうので、それはある程度こうどんどんこうグラジエント自体を時間的に増やしてしまうという場合になります。これがティルティングです。多分僕は全然勉強してないからだと思うんだけど、その塩分っていうのは混合比みたいな。そうですね。だから密度が出てこない。何ですか？あ、まあ、海水だから海洋だからほとんど密度の差を無視していいのかもしれないけど、いやだから結局ラグランジュ微分と、そのなんだっけ、アドベクション型で書いた微分との関係ですよね、はい、だからなんだっけ、なんでそんなごちゃごちゃしてるのか私はよく理解できてないんだけど山中先生、はい、普通の最近の、ラグランジュ、硬い DSDP イコールゼロで、それを Z ビームにしたときに、あ、Z ビームするのか、はい、ホリソンダルアドベクションのところにも U、U、ラブライスの Z を2つに分けて1と3に、うん、あ、そういうことですね。あ、そこまでちゃんと言えば、うん、だから Z がなくて簡単でやればもうそのイメージしやすい話ですけど、まあ、この Z をもう1回取って分解するから前の星になる効果増えてる感じですか。大丈夫ですか。いや、それで、ごめん、それで、バーとプライムの定義は、あ、で、これじゃあ、後半この、これだけですね。バーとプライムがついてる。なんでそれだけつくわけ。はい、これちょっと後で説明します。ちょっと先にこっちとこっちを説明していいですか。っていうか、もともとは、その元の式を出してもらえばいいね。何が保存してる、何がどう、だから今あの
彼がよく言ったようにその DSZDT イコール0みたいなものがまずあって、それを変形しただけですよね。はい、ですよね、はい、でそのバーとバーでだバーと、これだけはちょっと特殊です、別なんです。あ、そうです、はい、でなぜかというとこれは海以外のところから来るからです。で ここまでは海の中だけでそのラグランジを展開してただけですけど、これは上に雨が降って塩分が減りましたねっていう別な効果が入ってくるので、それを考慮しているのがこの最後の方です。これをのまずは除いて、この最初の4つだけで、あの普通に展開として見てもらえば、それで、まあ、とりあえず、なんか分かっている気がします。はい、だからその海の中だけではこれで済む話なんです、ね、4つ目は。で海の外から例えばだから MGO が来ました、雨がドサッと降って表層の塩分がフレッシュにしてしまいますという別な塩分を減らす効果が入ると、塩分自体は海の中だけで、保存しないことが起こります。それを最後にここに足してるっていう、上からだけじゃなくてその川かなんかでゆっくり運んで、それも入ります、はい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 、入ります。だからこれだけ特殊で別です。いや、ダブルプライムと書いちゃうと、要するになんか、まあ、これは僕が書いてんじゃなくて、黒森さんが作ってて、まあ、みんなこれにのっとってるので、まあ、そうか今これを紹介してますけど、考え方としてはそんなややこしいこと言ってるわけじゃなくて、海の中だけでこの4つの方で閉じますよね、塩分は保存するので、それをどうやって動かすかということを考えるだけだったら、この4つしかないですよね。多分その言論文っていうのはそれだよね、オープンオーシャンの話だよね、じゃないですか。あ、オープンオーシャン。だからっていうか、これ自体はオープンオーシャンか沿岸かは関係ないです。いや、つまりオープンオーシャンだったらほとんどその大気と、あの要するに海洋以外のものは大気、一極方向の二層構造みたいなもんだから、そういう格好で、5番みたいな格好で書くのは割と素直に受け取れるけど、海岸辺になってきたらそうはいかんのじゃないか。だからここは細かいことは考えないで、まあ、こう外から入ってくることも起こりますよね。それは全部押し込みましょうという話です、はい、で、まあ、ここを分解して細かいプロセスをいろいろ見ましょうという話は、それはそれで研究として成り立っていると思います、はい、で、まあ、だから、概略の式としてこれしか増やそうと思ったらこの項しかないよねという5つを最大限挙げているということです。化学反応とかなければ、なければはい、そんなのあるんですか。いやいや知らない、はい、まあ、S は基本的に保存するよねっていうことを海の内部だけで考えたら、炎直か水平に流れてくるか、まあ、こんなティルティングを起こすか。でもう一つが、元々存在しているバリアレイヤーを縦に引き伸ばすっていうのがこの炎直、ストレッチングというやつ。もうこの SZ は塩分清掃そのものなので、これがバリアレイヤーの元だと。でこいつを縦に引き伸ばすっていうセンスがその層に働いていたら、まあ分厚くなりますよ、時間が経てば。でそれはポジティブに効きますよねという項ですね。でこれが最後が、まあ、ややこしい話ですけど、まあイメージとして川でもいいし雨が降ってもいいんですけども、とにかく P-E がプラスで海の中にフレッシュウォーターフラックスが入ってくるということを S' と表現しています。でこのプライムという S プライムというのはだから本来は動かないはずの S、海のボリュームとして基柱として考えたときに本来は保存されてなきゃいけないはずのところに、まあ、保存されない何かがやってくる。それは河川水だったり、あの P-E で淡水が入ってくるということです。でそれはこれ W' もあの何を W' としているかは具体的にこう論文の中でこれを W' っていうふうには書いてないんですけど、基本的にはこれを層全体が、炎直移流してるんじゃなくて、
このフレッシュウォーターが入ったところで、炎直の乱流があったら下に拡散していくことが可能でしょう。でそれはすごく時間スケールとしては短い話かもしれないけれども、まあ、それが、まあ、ここでもともと考えたいような時間スケールに対して、まあ、バーをつけていくということです。だから例えば1日経ったらバリアレイヤーが現れましたという時間スケールを考えているときに、まあ、普通だったら U とかその辺をかけたら出てくるよねという時間スケールを普通考えるわけですけど、もっとちっちゃい細かい時間変動として、まあ、こいつらが存在している。でそれのトータルとして、下にミキシングされるようなことが起こればバリアレイヤーは厚くなれるでしょうということを、まあ、なんか拡散光として普通最後足すような感じでしょうね。一番オーソドックスな標識だと、はいはい、バーを取っちゃうと本来そのだから1個しかかかってないところなんか全部落ちちゃうはずなんだよね。どこですか？いやだからそのバーの意味が分かんないんだけど、だから本来は全部をそのバーとプライムと展開するわけだろ。いや、こっちは展開してないんです。これは単純に水平の微分と鉛直の微分しかしてないので、時間方向には何もしてない。いやいや、だから5の項にバーが入るってことは、この方程式全体はそのバーをしている、そのさっきおっしゃったようにある時間スケールで平均した量の方程式なんだろう。あ、この t に対この t の時間スケールに合わせるためのバーで、それよりもちっちゃいものをダッシュとしてで、この t のタイムステップを、まあ、1日とするか 1時間とするか10日とするかっていうのは研究によっていろいろありますけど、うん、だからそれしてるのになんでその例えば左辺は0にならない。左辺って何？あ、いや、その SZT は0にならない。これ保存してないですよ。保存してないの？塩分が保存してない。外から入ってくる場に外から入ってきたら保存できないんです。逆に言うと山田さん言ってるのが正しくて、外力ボッていきなりすごいあるから簡単に塩分の保存が崩れるから、うんうんうん、だからもう全然、そこは保存しなくても外力でたまたま元の式に合うようなかけぶりで合わせてるっていうイメージですか。うんうんうん、それさ第5項。第5項。塩分のラグランジャンがゼロになるって式を考えて、うんうん、ダッシュとそうじゃない方に分けて、で、なんか、まあ、季節なり振動ぐらいの時間スケールで平均する。それをバーとして。でそうするとダッシュの方とそうじゃない方に分かれて、でそのダッシュダッシュの方というのは乱流を表すはずなんですけど、それを鉛直一次元モデルと仮定して水平微分を無視して、で第5項が出てきて、でそれをまとめて全部 Z で微分して、でその式が出るんだと思うんですけど、うんうん、それはナチュラルですけど、そう思うんですけど、じゃあなんであれがその外力だっていうことになるのか。第5項拡散項だから海面での境界条件は海面でのフラックスの、はい、これはだから、P-E かっこ P-E かける表層の S っていうので大体これは置き換えられてるようです。それ外力ではないです。外力はなくても乱流だから成立します。海面で外力に等しくなってるわけで、はい、はい、だからこれが各層に対してはいはい成り立ってるよ。でそのトータルで、そのトータルで全部インテグラルしたら、まあ、閉じますよという最終的な話だと思います。でだから表層だけで見たら、例えばこれはその表層の雨ですね、まあ、河川流でもいいですけど、でそれを、まあ、各層いろんな深さで取りますよね。多分河川はそれは関係ない。だって延直方向の乱流。
うん、この様式ではそこにね、破損を言えるんだったら、だからオープンオーシャンだの式だね、水平方向の定義はない、延長拡散法を乱流の形で4に変えるあ、そうか、そうですね、水平方向にだからもし入るとするとこの法律ですね、U'S' が入ってます、はい、ここの、まあ、実際これ自体は多少強化しますけど、まあ、あまり大きくないよという結論を出しますが、まあ、当然、スマートラであれば、岸が東側にあるので東側が低塩分で西側が高塩分ということになると、まあ、これがマイナスの何かの値を取るはずですけど、そこに入ってくる。まあまあ、これはでもちょっとレビューに入る前提で、まあ、皆さん過去の研究は大体どれに注目、どの項目項を注目しようとしてきたかっていう紹介のためにまず出しています。でちょっと3つほど有名そうなやつを出しますけど、まあ、これはそのさっきの第3項のティルティングが効きますよと言っていたやつ でそれはどういうその塩分の水平経度がどういうふうに存在してて、で流れとしてどれほどずれてるかという時に、あ、これでバリアレイヤーができたよという結論を言うんですけど、このカラーが水平流速ですね。でマイナスがこっちにあるんですけど、でこっちにこう100メートルぐらいまでのところでこういう流速の視野が存在していて、でなおかつ、塩分のこっちが低くてこっちが高いというのを、いわゆる安藤さんとかが昔からやっているデイトラインがまあこちょっとあるんですけど、この辺で、側線観測をやるとこっち側の雨が多くて淡水フラックスが多いので、まあ、こっちは甘いですよ、こっちは辛いというあからさまな水平経度が存在するので、まあ、それは常にずれてティルティングを起こしますよねというのが、まあ、この論文ですね。でもう一つ似たような場所なんですけども、デートライン付近でまあ言われているのがですね、そのさっきみたいに延直の水平視野ももちろん効くんですけれども、もっと行くと場所によってはですね、海流自体が直接ぶつかる場所がある、まあ、ポーカーで、そういうところは、まあ、フレッシュウォーターのフロントみたいな場所が存在していて、それも遺留として完全にぶつかっちゃう場所があると。でそういうところは、もちろんこれがもしあればそれ自体は、ある一点観測をしたときにそれをずらしてくるっていうことは存在するし、例えばここでプロファイルをずっと取り続けているのがこっちが動いてくるとか逆もあるんですけど、それが、こことここの間が今この概念図ではバリアレイヤーしたいところですね。今表面にフレッシュウォーターが線路上が来た雨が降りますよというような概念ですけど、でそうすると、まあ、このバリアレイヤーの出来方の厚さは場所によって違うので、それがこう水平的に動かされて見かけ上厚くなったように見えるっていう場所が当然存在する。でそれとプラス本質的には、そもそもここにできているバリアレイヤー自体をどうやって分厚くするかっていうのはストレッチングが効いている。でストレッチングはいろんなやり方があるんですけども、この W を、とにかく下降流にしたいんですけども、それはその表層の流速がここぶつかってコンバージェンスしてサブダクションを起こすというような理屈をこの論文なんかは主張しています。でこれはまあ OGCM の話ですけども、それでストレッチングを重量代のその雲っていうか対流みたいなものは、そのよくその塩素とかなんとかで大気海洋層さえ出てくれるものよりはずっとちっちゃいわけね、あの個々の石鹸みたいな話ですね。だからそのカップリングはちゃんとしてないですよね。その普通だとこう雲に似ててあのその、この
雲の概念図自体の正確性はちょっと、いや、正確さというかスケールの分かんないですけど、スケールとしては西、こっち側は西太平洋と、まあ、ここに書いてあるんですけど、イメージとしては、モデル領域のこっち側、こっち側という大体の差を言ってると思います。かなり大きいスケールだと思います。それでなんでカップリングしないの？そのカップリングってのはどういうことですか？だから、雲に向けた収束と、下のサーモクラインというか、その回廊の側の構造とは、なんでずれるんですかという。暖かい水が多いところと、その雲とは、大体同位相になるんじゃないですか。それは自明なんでしょうか。いや、よくわかんないです。まあ、そういう場所もあるし、そういうものを見つけることもできると思いますけど、必ずしもそうでない場所で、こういうことが起こってますという話だと思います。というか、ことが分かれば、なぜそこに雲が維持できるのかという。こっちの方は断水なんです。断水？ SST が高いから。でしょ？だから SST が高いってことは、そのなんかよく分かんないけど、そのサーモクラインがそこの雲の真下で厚くなるんじゃない？でも表層だけ高くなるということと、サーモクライン全体としてどう厚さになるかは別の問題です。あ、そうですか。すみません、一番下の線が薬草ですか？こっちの薬草は。あ、そうか、そうか。それが深くなってくださいよ。で、まあ、サーモクラインも厚さがあって、トップオブサーモクラインでもこれなんですけど、はい、だから、だからカップリングしてるんだ。僕が見たり、最初の ILD とか定義してたのは、もう表層をリファレンスにして 0.2 度とかっていうと、こっちが検出されます。だけど、例えば20度 C の、トーン送信みたいな話していくと、こっちが出てくると思います。うん、だから全体として、その断水の厚い構造が左側、西側にあって、断水が薄い構造が、東側にあると、はい。で、大気の側はそれに対応して、左側、西側ではそのがたくさんあって、東側は晴れです。はい、わかりました。それをカップリングしていると思います。はい、了解です。はい。で、はい。E に関しては何も考えない。T ですか、バリアレイヤーについてのかな。バリアレイヤーが厚くなるかどうかに対して T がどうするかということです。そうか、バリアレイヤー自体は、定義上、差ですよね。 E で決めたこと、シグマで決めた T は、もうすでにシグマのデルタを作るときに最初から D デルタ D を 0.2 度相当という過程でずらしてくるから、今の話ずっと S の終始に着目しているから、はい、その図でいくと、紺色の線がをどうみたいなんていうか、より傾けるかという議論をしているわけですよね、はいはい、だけど移流とか考えたとはい、その温度も一緒に、まあ、そうでしょうね、はい、深いところ、はい、でもなんかこういろいろあると思うんですけども、はい、そちらは別に考えに S だけを考えたらいいですか。そうですね、後で結果の図を見ないと、はい、そうですね、ちょっと結果を見ながら話した方がいいことが一つある。 ILD がどんだけ変わってるか、あの T は実はこの等温と綺麗な図で書いてますけど、必ずしもその綺麗な話ばっかりじゃなくて、ちょっと若干イレギュラーなことがあるので、それはその時ちょっと話します。で、まあ一般的な式で過去の研究が評価してきた中ではそこはあまり考えてないんですけど、僕はまあバリアレイヤーの特徴の一つとして T に対しても一つ言いたいことがあります。で、もう一つは同じストレッチング効果が重要だと評価した論文ではあるんですけども、これはインド洋というかベンガル湾です、ね、ベンガル湾は、まあ、低塩分水が広く常に分布してるんですけども、なので、まあ、表層はフレッシュウォーターがたっぷりある、結構清掃はきついんですけども、そこにロスピーウェーブでダウンウェリングが来たりアップウェリングが来たりということがあると、そのサーモクラインが上下する。そうすると表層の、まあ、MLD 自体はそんなに
もう変わらないんですけども、表層の清掃が強いのであんまり大気で頑張って叩いてるとかしても細かい変動しか起こらないわけですけど、せいぜい数十メートルだというのに対してロスピーフェーブでサーモクラインにしてはもうちょっと大きくアップウェリングとサーモクラインで動くと、そうするとその差としての BL バリアレイヤーはかなり大きく変動します。でこのタイムスケールがイントラシーズナルで起こりますっていうのは、まあ、要するにロスビーウェブの周期で大体起こりますよということが、まあ、この論文は言ってることです。はい、すごい今回と思うんですけど、はい、多分これ1918じゃないです、はい、最近の割と最近の、ね、あ、そうでしたか、ないですか、あ、ずっとタイトルがあってますか、ずっとタイトルがあってます、あ、すみません、ちょっと今調べられないんですけど、すみません、ちょっとしたらです、不正確かもしれないです、そんな気がしますけど、はい、あとでちゃんと調べて、年号はちょっと、はい、調べます、あ、記憶なんですけど、V を使って、はい、ことを、はい、最近ドラマ V 使ったやつだったら、あの1918ではない、割と最近の2000かなって思ったんですけど、ちょっと、ちょっと、はい、まあ、にベンガル湾とかインド洋のオープンオーシャンで、まあ、このストレッチングがどう効くとか、まあ、あるいはインド洋の中央部だと移流口を議論しているのもありますけど、基本的にはその海洋内部の波動で、サーモクラインが動くよということで、まあ、結構その主張としては似たような話で場所を変えて論文は結構たくさん出てる。セントラルビーオベンガルだから緯度は結構高いんだね、これ、いろんな緯度があります。まあ、これはいろんな緯度でやってますけど、いろんな緯度で見ててこういうことが基本的に起こってるという話です、うん、普通でもあれだよね、おそらくだからそのスマトラの先端なんかにもっと北の緯度ですね、そうではない、じゃないですね、あのスリランカの入り口のあたりから真ん中あたりも見てるし、という感じだと思います、まあ、データがあるところでやったという話だと思います、いやだからロスビーに効くって言ってるわけではない、つまりその赤道真上は入ってないっていう、あ、これの場合は赤道真上ではなくてオブリクエーターだからロスビーの話だと思います、はいはいはい、で赤道真上の中央インド洋は水平移流口かケルミンウェイだという話に、まあ、大体きれいに収まります、多分これも基本ですけど5度とか10度とか、そんなもんだろう、はいはい、それで、あの、まあ、自分のところに、はい、まあ、そんな話があって、じゃあここでやったらどうなのかという話に位置づけられるのかなと思います。で、スマトラの、まあ、海嶺構造がありますけど、外側の話っていうのは、まあ、トライトンがあったりとかモデルで研究したりとかっていうのは一応事例があって、例えばさっきケルビンウェブみたいな話をしましたけど、この辺の話はこの辺の話として、マリアレイヤーはこういう風に扱いになりますよっていう議論がすでにあります。で、まあ、でもこの海嶺の中身はさすがにないというところをまあ観測したということですね。で、最初に、まあ、じゃあこの外側と中身でどれほど環境場が違うのかっていうのを、あの、まあ、せっかく側線観測があるので、まあ、それをちょっと見ておこうと思います。で、全部で20点くらいです。だいたい20キロ間、はい、で、まあ、深さは一番浅いところで218メートルと近づいてますけれども、マージナルシーンの中では1300メートルぐらいのところがある。海嶺で800メートル。で、外洋にちょっと出るとすぐ3000メートルぐらいに落ちて、まあ、一番外側は6000メートルみたいな感じですね。で、まあ、だいたいこっち側の話が、あの、今レビューしてきたような話は大体そっち側の話です。ほんで、まあ、地形をこう大げさに書くと、大げさに書くというか、まあ、スケールを書いてないんですけど、まあ、こんな感じで。で、この内側の、まあ、ここで定点観測をしたという話です。で、このプロファイルでちょっと表層を、まあ、こっち側とこっち側でどういうふうに変わるかというので、まあ、一番大きいのがですね、その今まで水平移流がメインに研究されてきたので、それが
どうかなということを評価したくてです、まあ、最初にちょっと水平移動を見せますけど、カラーが水平速度ですね、水平流の速度ですね、スカラーにしてしまってますけど、で、まあ、概要行くとやっぱり 40〜50cm を軽く常に超えてて、まあ、1m 近くまで強いところはある。で、まあ、これ横軸時間なんですけども、大体ここまでが概要です。で、回転高度が大体80キロぐらいあるんですけど、まあ、そこは徐々に遷移していって、回転高度の完全に内側に入ると流速がかなり極端に落ちている。まあ、大体としては 20〜30cm ぐらいしかない。で、観測、定点観測期間中はもっと小さくなってました。で、この後の図はみんな同じ条件で、同じルールで書いてきますけど、この太い破線が MLD ですね。で、点線で書いてるのが ILD です。で、ちょっとよくわかんないガタガタがありますけど、まあ、ほぼ一致するみたいな場所が例えばあります、ね、こういうところが、まあ、本来はそうじゃなきゃいけないんですけど、まあ、当然内湾は雨が非常に多いので、まあ、淡水ブラックスがあってバリアレイヤーができるでしょうっていうふうなことが期待されるんですけど、まあ、この辺はそれでいいんですけど、逆にですね、表層に10メートルリファレンスで撮ってるんで、東温層も、MLED ももうほとんど10メートルにべったりくっついてるような状況になっちゃうと、そもそも測れない、まあ、だから BL バリアレイヤーとして検出しようがなくなっちゃう。で、それだと、まあ、要するにですね、プロファイルで書くとフレッシュレンズっていうふうに言うんですけど、10メートルリファレンスで撮った時に MLD も ILD もほとんどゼロに近いと差が出ないっていうのは、要するに10メートルのリファレンスデプスよりも浅いところにさらにちょっと強い清層が存在しちゃってる場合は、要するに10メートルが混合しているという前提でそれよりさらにどれぐらいいってるかっていう指標なんですね、本来は。なんですけど、この10メートルリファレンス高度よりも表層側に清層が存在しちゃってると、それはまあだからそれ別、全く別のものなんで、それはそれでちょっと区別しといた方がいいかなと。で、まあ、言葉としてはフレッシュレンズっていう言葉で呼ばれるんですけれども、要するに甘くて、まあ、浅いから当たりやすいと、まあ、ここはすごく変動が大きいんですけど、それで、10メートルのシグマとちょっと上の6メートルのシグマのディファレンスを取って、まあ、グラジェントを取って、でそれが要するに傾きとしてもうプラスになるんだったら、これフレッシュレンズとしてそのリファレンスよりも上のところに清層があるよっていうインデックスを作っとこうと。そのインデックスは一般的に使われてるの、それとも適算定数？僕が勝手に作りました、はい。で、誰も作ってないのが逆に不思議だったので、まあ、こんな感じでいいかなと。で、まあ、6メートルでも8メートルでもいいんですけども、まあ、CTD で4メートルがあったり6メートルがあったりなかったりなので、まあこんな感じで定義して、じゃあ公的さんが定義したんだったら質問があるんだけど、6メートルのデータの存在率それぐらいの 100% です。 100% あるというのが、はい、4がかなり落ちちゃうので6メートルは 100% だと、うん、すいません、そもそも10メートルをリファレンスをしないといけないっていう理由はあるんですか？いや、それは過去の研究と比較するために習ってるんです。なんかアルゴとか使ってる場合は一番上の観測点が 10m だからそこをリファレンスにすることが多いと思うんですけど、はいはい、だから例えばアルゴとかで統計研究が出てて、それが 10m リファレンスになってて割とみんなそれに習っていく。で、まあ、もうちょい表層も取れてる場合も大概 10m を使ってるようです。はい、でも本来は、まあ、0m があるんだったら 0m を使って方がいいんでしょうけれども、それを真面目にやると、本当に全く混合その値自体が研究ごとに変わってしまう。あ、なんかいろいろありますよね。10メートルも上のところに、はい、線熱、経熱
超波放射は海面でしか熱効果を失って、はいはい、なんか上の1メーターとか2メーターとかに薄い層ができるらしいんですけど、水温効果が、はいはい、そうですね、実際にはそういうのがあるので、そういうのを除くための10メートルどうなんでしょうか。ちょっとこれまでのヒストリーがどうしてそうなったのかはまでは分かんないんですけど、レビューした限りではあの10メートルのリファレンスコードをみんな疑いなく使っているように読めます。基本的にアルゴのデータが大きくなって、それで荒らざるを得なくて、それがない時代は、CTD で今回のような、とやっぱり5メートルぐらいになるし、で、メガハンとか V のやつは1メートルとか 1.5 メートルにセンサーがあるので、それを要するに。あれ、そういうのも一応成立はする。すると、だからそのさっきモデルさんも言ったけど、その表層の細かいところと、潰すか救うかっていうところで違いが出ちゃうので、はい、そこは難しい。例えば 1.5 メートルがあったとしても、その次がとかっていう、まだ表層に結構細かく取ってるのも逆に難しい。だから表層の円熟解像度が荒いと、まあ、アルゴも結構荒いですけど、5メートルとか10メートルとかの円熟解像度のデータでたまたま表層に1メートルとかあっても、だいたい円熟内装をかけて10メートルリファレンスからスタートして揃えるみたいなことをやってるようです。うんうん、はいはい、本来はゼロにした方がいいよねっていう、だからモデルではそういうこともできると思います。まあモデルの話もちょっと後半にありますけど、モデルはモデルで円熟解像度も別なものに積んだし、あ、それで、フレッシュレンズインデックスが逆に負になってしまえば、まあ、そこはミックスされたんでしょうと逆に判定できて、まあ、そういう場所はちょっと期間として分けて考えた方がいいなと思ったんで、この上にですね、緑色の微妙なバーをつけたんですけど、例えばその 0.1 グルムパースクエアメートル、要するにこの円熟経路相当強いんですね。 0.1 を超えるなんていうのは非常に強いんですけど、本来はもう一桁小さくあるべきで、まあもっと言うと ない方が嬉しいで、概要はないわけです。完全にだから 10m リファレンスにしてもこういうところは問題ないわけですけど、だから表層があるんだったら表層に近いデータを持ってきて計算し直しても基本的には同じだけど、この内腕に入ってくると、このフレッシュレンズインデックスで、まあ、プラスになってきちゃうの でこれはこれで考慮しないといけなくて、要するにリファレンス考慮によって MLD の深さも全く変わってしまう。でもまあここまで来るとですね、どこを取っても 0m の方が近いんですけど、まあ、そういうことが起こるですよね。このデータは生データをプロットしただけ、はい、あ、そうですね、これはあの側線観測に関してはもう、平滑化はしてないしないです。はい、で概要では茂木さんのインデックスを満たすのは何だって、はい、内輪2杯と出てくる。はい、はい、わかりました。はい、これは時間方向の2枚数をしてないんです。ポテンシャルミックスですか。そうです。でまあ、ポテンシャル密度で見たらこんな感じだと。で、まあ、これ、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、厳密には式はこんな感じだよという話です。そのシグマのミックスレイヤーのどういう定義をするか、シグマの T に対 T で微分した傾斜を、まあ、作っといて、で0.001 度割ったら、どれぐらいシグマが変わるかという経路を先に求めておいて、でそれに例えばこの場合 0.2 度を僕は採用しているので 0.2 度を、まあ、その傾斜にかけてやる。そうするとサーフェスプラスそれで、まあ、ミックスレイヤーの中で起こってもいいよっていう、密度のディファレンスが計算される。で、まあ、それはあの塩分によって、結果的に値は変わるんですけど、例えばまあ30度の水温で 32PSU とかの環境だと、大体この 0.2 度相当の密度差っていうのは 0.07 くらいになりますよ。
でこれはあの単純に 0.07 を式位として使っている研究もあるし 0.03 にしてみたり 0.01 にしてみたり 0.1 にしてみたりとかっていうのが、まあ、結構研究によってばらつきがあって、まあ、この混合層の定義っていうのは、まあ、そこに結構研究家のばらつきが存在してますが、佐藤かな子さんが、まあ、アルゴチームの佐藤かな子さんの研究が、まあ、結構統計的なやつではフェアな定義かなと思ったので、まあ、そこで使われているやつです。あで佐藤かな子さんは、デルタ T は 0.5 度にしてましたけど、あんまり変わらない。でまあ、例えば温度だったらこんな感じで、要するに内板がものすごく表層が厚くなる。そのさっき言ったフレッシュレンズは表層だけがどんどん厚くなるので、まあ、30度超えてしまうよというのが概要に比べて、まあ、明らかな差としてできる。で、まあ、低塩分ですよね、まあ、期待されるような話ですけれども、まあ、この海嶺のところだけちょっと深いところはなんでこうなのかよくわからないですけど、まあ、乖離があるんだなという雰囲気が結構出ます。で、まあ、特にこれでどうだという話ではないんですけども、蛍光度、そういう植物プランクトンの指標らしいんですけど、まあ、それも結局そのどの辺の深さに極大値が来るかっていうの概要だとちょっと深いみたいです。で内輪に入ってくると、まあ大体その等温層もちょっと下っていうふうにはなんとなく言われてるんですけど、まあ、と同じぐらいの等温層の深さでも外輪の方がちょっと離れていて、内輪に入ってくるとちょっと浅いところに行く。でそれはどうやらなんか DO も関係してるんだと思うんですけど、そこのプランクトンの関係はちょっとよくわからないですが、まあ、おそらくこういう DO の分布自体も、まあ、内輪と外輪で全然違う。で例えば概要に行くと、ちょっと深い 60m あたりに極大ができたりとか、必ずその表層が一番でかいのかっていう、まあ、こっちは内輪は完全に表層が一番でかいっていうのが一致したプロファイルなんですけど、まあ、こういう違いが内輪と外輪は存在している。ということで、まあ、これは言えそうです。だから、まあ、この研究としては今までレビューしてきたような研究の話とだいぶ話が違うことを見ようとしてるんだろうということで、まあ、結果としてはこれが見えましたけど、じゃあ何なんだろうかという話をしようとしています。で、まあ、概要としては要するに MGO の方針があった時にどうでしたかという話なので、まあ、MGO がこう無事できて西風がバンバン吹いて未来の上を通過していきました。で雨も降りました。で、大体そのオンセットの日として12月13日って言ってましたけど、それはまあ前後1日ぐらいずれるかなと思ったらかなりぴったり、そこで海の中もドラスティックに変化する。で SST ですけど、まあいろんなところにその30度以上が あるんですけれども、まあ、あのスマトラのこの西沖も確かにこう高気温で、それは表層のフレッシュレンズにトラップされて熱くなっているのかもしれないですね。これだからそこの領域だけよく見ると、あの、はい、なんだ海峡のそのなんだ北側と南側とかがある、ね、これですか、そう、はい、黄色と赤、まあ、それを見れるデータなのかどうかはちょっと分かるんですけど、でまあ、これは要するに本来普段は概要の大まかな分布を把握するためのデータだと思うんですけど、まあ、一応書けるところまで書いてると。で、まあ、それなりにつながってる場所はフレッシュウォーターが多いところなんじゃないかなと。すみません、これデータソースなんですか。これ何て書きましたっけ。ノアの定義 SST です、うん、だからそのデータソースは何ですか。何で測何かは何をトータルでマージしたかちょっと、はい、全部はリストすぐに出てこないですけど、はい、あでも衛星なんですよ、はい、衛星が、ね、もともとだと思っていい、どっちですか、インフラレッド、それともマイクロレッド、インフラレッドの方、インフラレッドの方は前です。
レイノズ SST っていうやつだったらそっちです、インフラレッドで、で現場観測データと比較して、バイアスを補正して、ミート化してるやつ。だとしたら、海岸線付近もそれなりにリゾルブできてると思う。いやマイクロウェーブだとアウトでしょ。あ、そうなんですか。サイドロープが入っちゃったんですけど。雲の下が見えないんですね。そう、逆に雲の下見えない。どうしたらいいんですか。データ自体はとにかく埋めるようにしてるみたいですけど、それは分かるんだけど、元データそれだけであって、あんまり反映はしてないから、だから、一人しか来ないか、衛星は怪しいんじゃないかなという一般的な感想なんですけど、それはインフラレベルも怪しい。で、まあ、だから、その大体のグループが引退っていうのと、どこまでいいか分かんない。一応、未来の時系列と比較はしてますけど、天然水自体はそんなにずれていないです。例えばこの未来のグリッドをボコッと取り出してきて、天然水を溶かしてで未来の一点観測 と、バイアスは当然存在しますけど、天然水自体は間違ってないです。これゼロゼロゼットだから東半分が今まで。あ、まあこれゼロデリーなのでゼロゼロゼットに意味はないです。あ、いいね。はい。これはエコ2っていう海洋客観解析の、算出した塩分ですけど、まあ、この辺が大体低塩分だよねというやつで、まあ、でもこれは今ここでだからどうっていうことは言いたわけじゃないですけど、まあ、その場所一帯におそらくその表層薄いミックスレイヤーがあってそこが熱くなってるのかなということを広がりとして想像できるなということです。なんかフレッシュレンズって感じでもなさそうな気がするんですけど、本当なんか広い範囲で、そうですか。フレッシュレンズ、人もっとスモールスケール、フレッシュレンズっていう言葉はもっとちっちゃいことを言う。いや、多分実際平洋の、あのパッチ状に雨が降ってそれでレンズ状に残ってるっていうイメージの定義だと、それを元々は、はい、それが、拡大して使われていることもあるかもしれない。元々はこれだとなんか昔堀井さんがやってたようなその東西の SST のコントラストが確かグラディエントがそこら辺にあってそのそこでベンガルから SST とちょっと言葉の定義がちょっとずれましたけど、その堀井さんが言ってるように積雲スケールでパッチ状に存在する、そのパッチをコンタクトレンズ的なものをイメージしてフレッシュレンズって言ってるかもしれないけど、孤立してるっていうイメージがあります。はい、僕はちょっと定義としては炎色プロファイルで表層に塩分と水温の強い性質が存在するというところをフレッシュレンズストラクチャーと、まあ、呼んでるということです。で、それは水平的にどういう広がりを持ってるか限定してないというか、フレッシュは意義はないんですが、レンズの方がちょっとレンズって水平方向違うでしょ、そう厚さが構造がああいう構造はやっぱりこういう感じでしょ。だから特に今回の適材が定義する単語なんか結構かなり広げたことがあるんじゃないかと思いますが、フレッシュレンズ以外言葉が存在しているものですから、海の地の塩分が下がってるっていうことなんじゃないですか。多分そのあれなんですよ。例えば SST だったらウォームプールっていうじゃないですか、はい、あれやっぱレンズとは言わないですかね。大きいですか。フレッシュプール、ウォームプール、断水プールっていうじゃ、確かにフレッシュプールっていうことを書いてるのもありましたね。ああ、じゃあそっちの方が多分レビューすれば言いたいことを言ってる人出てくると思うから、その辺これはフレッシュプールと言ってますね。フランスの人たちはフレッシュプールって言うんですか。フランスの人たちはああ、そっちの方が違和感があるけど、そうかもしれない。レンズだと水平スケールを限定するようなイメージがどうしてもできちゃいます。イメージが定義が存在するわけじゃないんですよね。一応そういう西太平洋で雨が降れるところでバッと降たのがタマルトレンズが出してマチコティに展開しますよねっていうのをイメージして、それをつけていってるので、一応イメージの元が
そうそう、だから概念的にはよく、フレッシュベースって言葉で使って論文いっぱい出てるんだからもうダメだと思うけど、その厳密な定義がどうこう別としてそのイメージができるくらいでも論文いっぱい出てるんだから同じ言葉を使うんだったらじゃあ自分こうしますってこれから過去に打ち勝つんだったけど今の内容から言ったらどう考えるって違うと思うので、もっとフレッシュベースは探した方がいいと思います。ちょっとそこは考えて、ちょっと脱線して質問していいですか。あの小関さんじゃないけど、フレッシュレンズのレンズっていうのは、形状だけをイメージしてる、それともオプティカルになんかこう屈折するとかし、そんな言葉に言ってそこまでは屈折ってない。単に形がこう、真ん中が厚くて、後ろが薄いからレンズって言ってる。と思います。わかりました。ありがとうございます。パッチじゃない。それこそ網じゃないけど、かなり空間に限定されてるからイメージ。うん、あのなので、レンズっていうのだと言葉は何をイメージですか。形だけだとその形がもたらす効果まで考えてるのか、どっちなんだろうな。まあ、変化関係ぐらいですよね。それぐらいのものしか多分発達できない。はい、ちょっとフレッシュレンズはレビューし直します。結構混ざってると思います、現実としては。いろんなイメージのもの、はい、時間変化として結構長いものもそういうふうに読んでるケースが結構あるようだし、もともとの概念としてはそれで立ち上げられたと思いますけど、最終的には結構大きなものをフレッシュレンズと呼んで、時系列で、あ、こうフレッシュレンズが育っていきますねみたいなプロファイルとして1ヶ月追っかけてみたいなのもあったと思います。まあ、これは観測期間中の雲ですね。で、青いコンピューターで、西風成分だけ書いてるんですけど、大体12月のオンセットしたとされる10日前後が、西風成分のゼロ線がこうプラスになって、13日あたりで数メートル、客観解析ですけど、客観解析の5度5度で数メートル超えてるような感じです。まあ、これは大体なので、観測期間の後半をこう重ねていって、観測終わった後もまあこういう場でしたよということです。それでまあやっと定点観測ここからが言いたいことだったんですけど、だいぶかかってしまいました。はい、で、大体これからやりたいことは24時間の移動平均かけてます。もともと3時間のもとのやつですね。で、ターボマップは1日1回しかないんで、ほぼデイリー。たまに4回あるんですけど、あんまり変わらないです。で、サーフェスの気象観測と、10分時から全部24時間ランニングに直してます。で、堀さんがちょっとアルゴですごいいいのを見つけてくださったんで、それもちょっと使ってます。で、それはもともと10日間隔なのを1日に内装をかけて作ってるっていう感じですね。まあ、ちょっとだからデイリーの解像度では全然ないんですけど、一応その同じプロファイルを比べてみてということはちょっとやってみました。次に進んで、前回送ったのってあれ確か、10m しかないのを上に1つドンとこう、同じ値で保管しちゃってるやつなので、ちょっと嘘も入ってるので、はい、10m、15m、それはプロットによって違います。10メートルだったり、11だったり、6だったりするんですけど、それを同じ値を表面部に入れて、ズドンとこの保管しちゃってるやつで、正しくは論文書くときは注意してください。まあ、10メートルリファレンスである分にはあんまり値に影響しない。値には影響しないですね。でもプロファイルを観測するときに、はい、まあ、注意してください。だからフレッシュレンズは見えないです。で、これが時系、まあ、今までも何回か見せましたけど、11月23から12月17までの水温の時系列です。で、MLD はほとんどべったりでしたねっていうところから、 MGO が13日に来ると、まあ、深まりますよという変化があるんですけど、等温層はずれたり 深まったりとか、まあ、繰り返すんですけど、まあ、せいぜい30メートルぐらいまで止まって、また戻ってきてっていうのを繰り返してたんですが、まあ、MGO が来た時に一気に100まで落ちていくというのが、結果的にまあこの差が BLT なんで、この BLT がこの13日にいきなり
5メートルから10メートル、60メートルになったっていうのは、まあ、これを表現しています。で、表層、10メートルリファレンスからの等温層として書くと一応こういう感じになるんですけど、29度の等温線を引っ張っていくと、それはそんなにこう地表の方針があまり感じずにこう勝手に単調に下がっていくみたいなのがあって、だからごくごく表層だけでなんかいろいろ激しく大気に対して変動する、レスポンスするということを起こしてみたいです。で、掘り下げもらったあるんですけど、これがですね、本来その外洋を浮遊してるはずのやつが内輪にトラップされてて、でたまたま観測期間中に未来のすぐ南にいたというので、未来はまあこの辺なので距離としてはちょっと離れてますけど、まあ、ほぼ内輪の中を2ヶ月間浮遊してたので、まあ、その期間のプロファイルを書くともこんな感じで、似たような感じで等温層自体はどんどん単調に下がってきますね。で、観測期間はここに相当するわけですけど、そこで見た時に、延直の解像度がだいぶ違うので、値自体は直接比較できないですけど、まあ、ほぼ MX レイヤーはゼロに近い。で、等温層が、まあ、ちょっと、もうちょっと低いところ、20メートルぐらいにありますけど、M10 が来たらしいところでガンと下がるということ自体は、ギリギリ取ってるかなと。で、まあ、10日おきなので、まあ、どの程度かなとは思いますけど、一応、アルゴだと、この前後をデータとしては多少交換できるので、どこに観測があるのか書いておいた方がいい。まあ、そうですね。10日に関係じゃないでしょう。はい、そうですね。観測のところこう、ここがほぼ、ちょっとうまく入れるぐらいのところですね。はい。で、まあまあこれはこれで何かが言いたいことじゃなくて、前後も継続して薬草自体はどんどん下がっていく場だったということと、まあ10日のインターバルでしたけど、ギリギリその MGO っぽい、MGO に対するレスポンスっぽいものはアルゴでも取れてましたということですね。で、これが塩分ですけど、塩分で、32よりもちっちゃいっていうやつ、まあ、ごくごく共存度がベッドアップあるんですけど、これが、まあ、観測期間のほとんど全てこういう状態だったということです。で、だから それに応じてサーフェスの塩分清掃がきつくなってしまうので、そのフレッシュエンズのインデックスをさっきのように定義すると、まあ、ほとんどこういうふうにプラスで推移する。多少弱くなったりも期間中するんですけど、MGO が来る直前が一番実はそのインデックスとしては強くなって、まあ、0.2 というのはかなり恐ろしく強い延直経度なので、たったら4メートルで 0.2 違うというのは相当きつい清掃。で、まあ、この時間、この時が一番その表層の清掃が強くて、かつ水温も上がっていたというバックグラウンドから MGO の方針をかけると、まずフレッシュレンズを壊して壊すのにちょっと1日かかっているというのが後々味噌になりますけど、まあ、13日に ILD だけ先に先行して 80近くまで行ってますけど、実は MLD は1日遅れて深まっている。でこれ1日遅れるのが何なのかっていうところにも、このフレッシュレンズを壊すのに1日かかったということだと思うんですけど、その辺を後でちょっと見ていきます。まあ、時系列で、はい、そのフレッシュレンズがあるなしにかかわらず、ずっと10メーターをリファレンスにして、その ILD、MLD の線を引いていく。そうです、はい、そこをずらすことはできない。まだその緑色のところとフレッシュレンズがなくなったところでは、だいぶそもそもの定義というか、はい、MLD の、定義の意味自体が、このフレッシュレンズが上にあるかないかで全く違うよということをちゃんと明示するために逆にこれを書いていく。で、普通はこれを書かないで、これだけをまあ今まで書いてきたし、まあ、他の研究もおそらくこれがあるであろう書いてるも、全くこれを分けて書いてる研究はないですが、まあ、それで
一応便宜的にはこういうところが出てくるので、これが BLT だと変動しますねというような研究自体は基本的にありますけど、その 10m リファレンスより上にどういう性素があるかないかっていうのは基本的に区別してない。でそれをまあ区別するようにした方がいいなと考えたのが、まあ、今回のアップデートなんですけど、だからそれ以外のところはあんまり前回と主張は変わってなくて、まあちょっと植木さんにそのこことここは、レジムが全然チェンジしてるから意味違うんじゃないのっていうのは言われてて、まあ、それを、まあ、ある意味これで表したっていうことです。だからこのフレッシュメントがある以上は厳密にはこの破線は MLD ではない、 MLD と呼ぶべきじゃない、疑似 MLD です。で時系列をまあひっくり返しただけですけど、まあこんな風に推移しますよ。で、いかにドラスティックかは数値を見ればきついとしてて、期間はじめにちょこちょこ上乱が来て多少風速が強まるので25メートルになったりしますけど、まあ、せいぜいこんなもんですよ。でこの13日に来た時だけ60メートルに1日で行くと。で、1回実は浅くなるんですけど、40まで。もう1回再発達して最終的に85まで行くというのが、プロセスです。で、まずここがどうしてっていう話と、最終的に85までもう1回再発するのは、また別の話なので、そこ別のプロセスを考えることをします。ちょっとだいぶ長くなっちゃいましたけど、でまあ分割すると黒が MLT で ILD の差が赤ですよという話なんですけど、まあ言ってた話がこうちょっと見やすくしたというわけなんですけど、水平地表風に対応させるとこんな感じになりますという地表風が黒の河川で、たまに上乱がパカッときてそこそこ強めの風が吹くと、まあ、それっぽいピークなんだなというふうに、まあ、見えますが、完全にその風速に比例しているわけじゃないみたいですね。例えばこっちの方が強いけどあんまり反応しない、それはまあプレシデンズがどれぐらい強いかに対して風が吹くかで全然反応の仕方が違うという差だと思うんですけど、ですけど、まあ、5メートルそこそこの風速だと表層の清掃がどれぐらい強いかとかで、その衣の反応の仕方が全然違うんですけど、まあ、9メートルが M 字路でバンと吹いた時にこのフレッシュデンズを全部吹っ飛ばして、いきなりレジムが変わったというのが、まあ、ここになりますということです。風速のピークとBLT のピークは1日ずれてないです。12時間以内です。ずれば実は風速のピークが2回あって、2回目が再発達するというふうに見えます。吹っ飛ばすというのはどういうプロセス？はい、それをちょっと説明しますけど、次にこいつがいる限りは表層10メートルをまず一生懸命かき混ぜることにバーティカルミキシングの効果を使わなきゃいけない。ミキシングになるんですか？はい。で、これターボマップ、はい、やっと自分のやった観測データですけど、まあ、期間前半の方が全体的に混合層内、バーティカルミキシングが結構値としては大きく分布してるんですけど、前半が大潮で後半が小潮なんですけど、小潮に入ったところから、全体としてはものすごく静穏になっていて、これはたまたまなんですけど、静穏になっていたので、表層から何か強制力が入ってきて、それの反応だねっていうのはすごくきれいに運よく見たという感じだと思います。で、風のピークに対してもうほぼ、まあ、1日1回しか出てないですけど、基本的にそこでちゃんと対応してシグナルが下がっていく。タオマップの話ですか？1日1回。あ、はい、タオマップ。何時の？夕方4時。夕方4時、大体4時にしてます。この辺で1日4回とかいうのを、2セットぐらいやったんですけど、これ1日1回です。で、まあ、2回のピークに対して2回ともこのラリフォームのシグナルが強くなりましたねっていうのが出てる。
て、まず一発目はこの10メートル上の塩分節をまず一生懸命混ぜなきゃいけないっていうのに1日かかったんじゃないかなというのが、まあ、推測されています。で、水平流速ですけど、内湾と外湾でだいぶ違いますって言ってましたけど、ちょっと殻はあのこれ今度だいぶ変えてて、一番でかいので30センチとそこそこになっちゃう、なってるんですけど、だから全体として、まあ、期間全体として30センチをほとんど上回ってます。MGO がどんどん来て、最終的に35、40近くまで行ってますけど、まあ、ついでそのものです。なので、その最初 MGO が来ましたねっていう時にバリアレイヤーが急に強くなるっていうところに対して水平流速としては例えば10センチとか切ってる場所なのでここで水平流はかなり厳しいだろうと推測できます。あ、すみません、はい、忘れちゃったんですけど黒い飛行船は何なんですか。あ、こいつが風速、地表風速。あ、地表風速。あ、はい、はい、こっちの右の、はい、縦の時系列だと思ってください、はい、でだから9メートル、9.5 メートルぐらいの風速が吹いて1日遅れぐらいで海流がちょっと強まってくると。で1回弱まるんですけど2回目のピークに対して1日遅れぐらいで海流がまた深まってくるっていうような、でそれは今後その中で結構トラップされてて、その東温層側にはほとんど入ってます。でこれは、まあ、まさしくこれがバリアレイヤーという意味だと思うんですけど、一つは、まあ、熱もバリアするっていうのが一つの意味ですけど、運動量自体も温度差よりも下に物を運びにくいので、そこもバリアだという意味が入っているということだそうです。で、もう一つは混合されたんだねっていうシグナルの一つ、まあ、これもいいかもなと思ったのが、これがあの植物プランクトンのインデックスになる蛍光度っていうやつなんですけど、先ほど内湾の方が浅くにピークが出ますねっていうやつも、実はその期間全体としてはだんだん下がっていってて、で、まあ、それはそのサーモクラインがだんだん下がっていくのに応じてるんですけども、その風のピークに対してこう下とつながるようなシグナルが見える。で、まあ、元々基本的にはその東温層の下部にピークが来やすいはずなんですけど、でそこ居心地がいいからそこに集まるんだという仕組みだったんですけど、まあ炎上に混ぜられた、強制的に混ぜられればこういうことになるのかな。まあだから結果論として、まあこういうことが起こる。でこれはプロセスとしてバーティカルミキシングを示唆するかもしれない。この量はその赤の一番濃い混沌のところは非常に真っ平らというか縦方向に変化ないんですか。あんまりその定量的にここの数値に、いや、つまり拡散だからグラディエントは重要ですよね。いや、その蛍光度という値自体に定量的な意味は多分僕はないんじゃないかと思うんですけど、いや、いずれにしても量を混ぜる拡散、乱量が強ければグラディエントは全ての量のグラディエントは滑らかになるわけですよね。だからなんかそれ分布を見るとなんか真っ平らがガクンと落ちて、これは三層構造みたいに見えるから、そんな構造になんでなってるこの値自体は定量的に意味はないと言われたので、相対的に差が出たということ以上は見なくていいよと言われたので、うん、はい、それ以上のことは考えてないです。だからいずれにしても乱量が強ければ多分そういうこういうのが維持されなくてぐちゃぐちゃになってくったと思うんだけど、なってないということはむしろこっちの話ですか。こっちというかその構造がずっと見えてるということはそういうことだよね。だからまあそうか、だから普通のだからちゃんとあるよ、要するに10メートル層の中で細かくかき混ざってるみたいな話がちょこちょこ大きいのがありますねっていうような話では繋がった話にはならない。はい、保存量であろうがなかろうが、もうとにかくグラディエントは鳴らされてたでしょ。どういう場合でもどんどん作ってないよ、どんどん作ってるわけ、このよくわかんないです。全部作ってるって、全部作ってるって、つまらないぐらい下から栄養塩で利用環境と水温のバランスで一番居心地のいいところを探して増えたり減ったりするという、だから
環境がこの力学的な構造何も変わらなくても上下します。でそれでも上下しちゃうので、あんまりだからそれ自体を厳密な指標にはできないとは思いますけど、まあ、これは結構明らかなんじゃないかな。で、ちょっとプロファイルに直して見てみると、要するに MGO が来る直前までこういう状態だったというやつなんですけど、塩分がこっちで、黒の点線がシグマを計算すると困りますよ。それで水温もこの10メートルよりも上のところでこうガンと上がってるっていう性素がもともと存在してるような、こういう状況に MGO の強制をかけるとどうなるかっていう話からスタート、話をスタートするわけですけど、普通は、こういうプロファイルに対して何をどういう強制を与えるかみたいな問題設定自体があんまり過去の研究ではされてなくて、普通はもうちょっと混ざった状態から、ある程度混ざった状態に対して風を強くすると混合層をどんどん深めるはずだよね、だからこれはどんどん追いついていくはずだよね、だから、まあ ILD はよっぽどのことがなければそこにいるはずなので、ほとんど同じ深さにあるはずなので、普通は大気強制がかかると両者の差は縮まる傾向にあって、だから、MGO が来て BLT がいきなり熱くなったっていうのは普通は逆のイメージをみんな持つらしいんですけども、今回の場合はそもそも初期値がここからだったというので全く話が逆転する、イメージとしては違うことが起こります。ここからスタートすると、まず ILD だけは表層の水温だけは先に解消してしまうとここに一気に行くんです。なんですけど、塩分清掃はこっちが非常に強いっていうのがまだ残ってて、ここもまだ残ってる。でこれがずっと数日ぐらい残り続けるから、まあ、これがバリアレイヤーの元になるわけです、なり続けるわけですけど、これを少しずつ上をかき混ぜながら下にこう、経度を緩和させて下に運びつつ解消していくと。だから一回ガンと BLT が深くなるんですけど、深くなった後はちょっと追いつくんです。 MLD が表層の清掃が全部解消してしまうと、今度は普通の MLD が深くなっていくので ILD に対して追いついていって BLD としては一旦薄くなる。モテキさんの言うフレッシュベンズが次その MGO が来る前の数日間のリファレンスデプスを10メーターじゃなくて、あのグラディエントがもうなくなっている15とか18とか20にしてやると MLD がその最初から深くて、だからどっちかというと20、29の等温線近いようなところに出てきて、後で実際同じそのデータを見せます。はい、まあ、まずその10でやるとこういう話になるということをちょっと先にまとめておきますけど、長くなっちゃったので、で最後にあのもう一回85まで再発達していくっていうのは MGO で、表層に B-E のフレッシュウォーターが新たに供給されると新しいレンズが形成される。これはいわゆる本当にレンズに近いイメージだと思いますけど、まあ、MGO の局所的言っても MGO スケールですけど、その P-E が表層に供給されて塩分がそこでガンと下がると、せっかく混ぜたのにまた新たな清掃が存在して、そしたら MLD はここまで来てたのに一回ここに戻ってしまう。そうすると ILD はもう先にエッチロって先に行ってるのに MLD だけここまで来たのに戻されてしまうので、でその差は何メートルですかって言ったら80メートルになっちゃいましたというのが再発達、2個目の再発達の話で、まあ、式でいくと こいつだねという話です。で、ストレッチングの話もちょっとこれからします。
で実はバーティカルミキシングだねっていうのをシグナルとしては非常に綺麗に見えてたんですけど、実は ILD の底の方までそのミキシングのシグナルが到達してるわけじゃないんです。そうすると透明層下部の方は別な仕組みで下げてある必要がある。でそれで疑われるのは透明層下部自体を下げるっていう効果っていうのが、まあ、ストレッチングなので、まあ、それは延直移流、場の延直移流として下降流であればそういうことが起こるよという方なんですけども、まあ、これもきっと聞いてたんじゃないか、当然疑われるわけですが、W は今出せないので観測では。今のバーティカルアドベクションじゃなくてストレッチングになるんですか？なんですか？今の説明ってバーティカルアドベクションじゃなくてストレッチングになるんですか？アドベクションじゃなくて W の、グラジェント。押し下げる？延直グラジェント。だから下に行くほど強い下降流、まあ、このグラジエントがプラスになると思います、まあ、この子をトータルとして、プラスになるように働けばこいつはプラスになるということなので、まあ掛け合わせていろんな組み合わせあると思うんですけど、基本的には今、約束がどんどん下がっていくことから考えると、まあ、下降流場でその延直グラ交流の延直グラジェントが推定されている、まあ、で W は今直接測れないので後で交通で言います。で、その方程式上は出てくるっていうやつで、直接観測一点観測だけで出せるのはこの最初の SZT は、まあ、時間変化をデバイスを取って延直微分すればいいだけなので、まあ、それは出せる。で、プラスの SZT とマイナスの SZT の、まあ、ペアとしておそらく現れてる、上下にペアになってると、例えば、上で減って上でグラジエントが緩和されて下でその分グラジエントが強くなったみたいなことが上下でペアになっていれば、おそらく、発達に効くだろうということが予想されるので、まあ、こういうやつは大体そうなんじゃないかと予測がつくわけですけど、でもまあこれの項を分割すると、まあ、さっきの式のいくつかになるんですが、これだからなんかあれだよね、両方に伝播するのあるね。だからなんか下逆の今書いた矢印の方向じゃないものがあって、こうなんかこうクロスして。これ、ちょっと待って、これだから何だっけ、全体の平均値かなんか押され落とした、波の、あの溶岩成分だけ出したやつですよ、このプロ。いや、単純にタイム転電子を取ってるんです。あ、そうですか。あの割とかじゃないです、うん、なんかよくそれこそそのニューレーダーなんかで、あの成層圏の磁力波なんかで見えるとなんか縞模様の構造の見えて似てるような気がします、うん、まあ、あのちょっとこういうところは見てないんですけど、で上の細かい黒のバーですね、上が P マイナス以外蒸発が効いちゃったという方で、下に入ってるのが淡水ブラックスがあるよという意味で、例えば、まあ、MGO の淡水ブラックスがこれですね、はい、でそういうのがあると、まあ、M 時間微分として、まあ、まずその下に入ってくるのがこのプラスに大体対応する。はい、で蒸発に対してはマイナスであった方が条件としてはいいけど、表面から出ていくだけじゃなくて下に潜っていってもいいので、もしこのマイナスがあった時にその下にプラスがペアとして存在してたらこっちに緩和されて分配されてるっていうことも当然予想はされる。でだからまあこのペアは大体その、プラスの淡水フラックスがちょいちょいあって、でそれが潜っていくときに上が解消されているというペアなんじゃないかなと。すみません、本物層の、混ざっているところが増えているときは SZT が負になるんですよね。勾配がだんだん弱くなるわけだから。はい、そうです。で、本物層が深くなっているときには本物層の底の清掃が強いところが下に置いてくるから、
SFT が増え、下の方で SFT がだんだん増えていくってことなんですね。多分なんかこう混ざってて、混ざってる、下に清掃がある、混ざってる領域がだんだん深くなっていってるときに、その上がマイナスで下が、プラスっていうパターンが下向きに伸びていくという。ごくごくここのこういうところだとか、あとは、上にフレッシュフェンができたときのこういうところは、逆線としてはそれが。直接的に直に混ざってるところがだんだんそこが深くなっていく、こう、うん、ガリガリ、今後その底を混ぜていって、それに合わせて清掃の強いところが下に向いているので、でもまあこれ自体はさっき言ったように分解すると5つに分かれるから、単純にそう決めることはできないんですけど、で観測ではその各項は実は厳密に言うと算出できることはほとんどないんですが、一応予測できる分布があるんじゃないかなと。単純にその ST を書いたりとかっていうのは簡単にできるわけです。で、ST って何かって言ったら、要するに、厳密にはそうじゃないんだけど、S' に、ST がもし大きければ S' に効きそうだとかっていうことをなんとなく推測できる気がするので、で、それが、まあ、例えばプラスになってるっていうのは、淡水フラックスと対応してれば、まあ、きれいな話になるんじゃないか。で、これは単純に ST なので、ここで塩分が増えました。増えたのは、淡水が入ってきたのにここで増えちゃってるのは下に逃げてるからですけど、まあ、そんな感じの、無理やりつなげようとするとそういう感じになるんじゃないかな。でこれもだから上下でフェアになるというところを探すと、まあ、それはきっとミキシングが想像できるよね。まあ、もし下降流であれ水平移流は、まあ、どうしようもないんですけど、はいはい、そっちの方が効くっていうことはありますか。塩分の水平グラジェント、あ、塩分の延直グラジェントの水平グラジェントですね。でそれの値をの取り方によりますけど、一応まあ、この範囲だろうというのを桁として合わせてやって、でそれに対して10センチパーセカンドっていうのを例えば現実の観測としてかけられるって、でそれをかけた限りは桁が2つ落ちる。あ、なるほど、はいはい、でそれは明確に落とせると思います、はいはい、しかし80メーターぐらいの深さの変動どうなんですか。12月1日の 80m ぐらいのところ、その薬草の下で、うん、これ80m ぐらいの一番プラスのピークがありますけど、それも薬草の下で、それも延直、水平移流じゃなくて、水平移流と、僕は、水平移流よりは、もしあるとしたらティルティングだと思ってるんですけど、海面付近から水平流の方が2桁落ちるって話ですかね。結構深くまで10センチから20センチ程度です。100メートル以内はほとんどそんな程度です。で、元の、SZT の項の桁が10のマイナス6乗とか、だいたい桁が決まってて、でそれに対して相応しい桁であれば、まあ、これも効くかもねっていうふうに候補として残していけると思うんですけど、今のところティルティングも、さっきの長谷さんが言ってたあたりはひょっとしたらこれ効くかもしれないですね。ティルティングって水平ですか、はい、水平のぐらい流速の視野。流速の視野。はい。ダムとかなんか違う。流速の視野に対して水平グラジェントをかける。で、これの見積もりの値を大体これって決めておいて、10のマイナス30くらいと決めておいて、で、それにこの値を、かけてやると。これマイナスなんですよ。かけてやると、ここはひょっとしたらいいかもしれないです。はい。はい、ちょっとここ見てなかったですけど、ね。
で、もうじゃあ先にちょっとこっちやっちゃいますけど、今 SZT をどんどん増やしたいところがマイナスになっちゃってて、でここがマイナスという形になるので、マイナスマイナスでもうすでにここでプラスになっちゃってる。だけどこの水平の塩分経度は、スマートラがこっちっていうのを東西方向の感覚を考えるとこれ絶対ゼロ以下ですっていうのは決まってるので、ちょっとこれマイナスになってしまうので、これで、SZT を優位に増やすっていう方向には符号としてそもそも効かないので、まあ、ティルティングが厳しい。符号としても真逆になっちゃうのでティルティングが厳しい。値としては場合によってはこの辺は結構効くはありますけど、でストレッチングの直接は出せないけれども、こっちだこいつだけであれば計算できるから、まあ、そのマイナスがこの辺にあるに対してこいつをまあ W で解消しようというプロセスだと思うと、加工流場だともし想定できるだったら、まあ、これもペアがもしあればそこは例えばここです、ね、マイナスとプラスのペアっていうのが等分層の境界を挟んで存在したので、ここはストレッチング効いてもいいと思う。でそれは実は期間中ここにずっとつながってて、でこの、等分層がどんどん薬層がどんどん下がっていくっていうのに対してその薬層にぺったり張り付いてこのプラスとマイナスのペアがずっと張り付いてるので、このストレッチング自体は期間中ずっとこう潜りながら効いてると思われる。でそれがきっと答えなんじゃないか。いや、どこまで来たんですけど、これもちょっと飛ばしちゃいましょうか。まあいいや、これもまあだから薬層がどんどん全体として下がってますよ。これちょっと300、250ぐらいまで書いても、別の水温、トーン線を書いても、まあそれ全体として結構下がってます。で、W がとにかく出せないので、FO2 を作ってみようということを考えたんですが、延直清掃がですね、5と15と25と35しかないという、ここが非常に問題で、これではもう、塩川さんさっき言ってましたけど、20メートルにリファレンスサイトを下げたらどうなんだみたいなことを、むしろ逆にやらないと、こいつでは比較しようがないです。で、まあだから比較するためにまず20メートルに無理やり下げて計算して比較したということをしました。で、まあ、この強制はこんなやつで、3次元偏分法のような感じに見えますが、ちょっと詳しいプロセスの書いたドキュメントが見つかります。でプロファイルを、未来の定点のところで A とグリッド持ってきて単純に同じような絵を描くとこんな風になるよという形で、で、ミックスレイヤーと等分層は確かにまあなんとなくいいんですけど、ミックスレイヤーがだいぶ深く、あ、等温層がちょっとそもそも深くなってしまう。で、値自体として水温自体がバイアスがかかってて、だいぶ高いんです。0.2 度以上高いです。で、まあ、バイアスがかかってるんですけど、よく期間的な傾向はそれなりにあって、で、この白の線が20メートルをリファレンスコードにして CTD で持ってきて、なおかつこれはECO2 が3 day average なので24時間平均じゃなくて3 day average に直して、そうするとまあこういう風になるという感じです。でそうすると等温層自体もそもそももともと深くってっていう結果にはなります。それはだからそのさっきの表層のフレッシュレンズの影響全くなくなるので、でまあガタガタガタと回復にだんだん下がっていくっていうのに対して MLD だけはずっと一定で下がったのが MGO 強制に対して反応してちょっと、だから BLT の振る舞いとしてはこれディファレンスなので
逆にさらに合わなくなります。だからプラスティックシックニングという現象は FO2 では表現できないけれども、トーン層がだんだん深くなるとか MGO に対して MLD がちょっと反応して深まるとかっていうこと自体は解けてる。だから 20m よりも下のプロファイルの傾向としては間違ってないんですけど、まあ、バイアスが入ってるだけだけど、 20m より上の 5m、15m、20しか2層しかないので、そこに対して強い性質があるような環境場は解きようがないと思います。で、これが N ですね。で、これが大事で、一応延直流はマイナスですと、ということがまず一つ言って、で、下にグラジン島も取れますね。まあ、当然表層がゼロの境界条件でやってると思うので、それと交流場だったら当然そうなると思うんですけど、まあ、モデルですけど、一応こうはなる。で、この黒線で書いてるのが SSH の値で、右の数値の軸で書いてるんですけど、要するに期間中どんどん SSH が上がっていくということは、ダウンベリングにどんどんなっていく環境場なんでしょうということは言える。で、まあ、だからプロファイルとしては大体信頼できるということが、まあ、ある種の再現性として信じられる範囲でも、表層は無理で、表層は無理だとしても全体として W がマイナスであることは信じてもいいんじゃないか。そうするとストレッチングは効いてるんじゃないかという話で、ちょっとな、これはバイアスとしてはこんぐらいひどいよという話です。それはだから L2 の再現性というか使い勝手のまとめとしてはこんなことが言える。20より下なら大体いいんじゃないかということが、まあ、この海域に関しては少なくとも言えそうで、SLA と5通貨の SST と、中層45から155で平均した、観測期間1ヶ月分の平均の延直流で、スマトラ沿岸あたりに加工流ができてますね。まあ、だからそれは要するにここが SSH がガンと上がってるから でそれはまあこういう吹き寄せのせいでしょうというふうに思われる。で、まあそういうところが SST 高いんでね。で、まあ、これちょっと深いところの20度のトーン送信なんですけど、まあ、その赤道上とスマトラの沿岸に沿ってちょっと高いところが、深いところがある。で、塩分はもうちょっと最初に見せましたけど、ベンガル湾からこう沿岸に沿って、まあ、低塩分のところがある。ほんで、まあ、分布として BLT をかけるので一応書いてみるとこんな感じになって、その赤道に沿ってと沿岸に沿ってと、さっきレビューで示したようなそのロス B でこう深くなりますよみたいな話はこういうところにあると思うんですけど、例えば逆にケルビンウェーブでっていう論文もあって、それはおそらくこういうところを指している。で、今回のここも沿岸ケルビンがラベリングを起こしているっていうことはここに一つ聞いてるんじゃないかというのが最後もう一つの結論ですね。だから表層はバーティカルミキシングである種深まるということを起こせるんですけど、まあ、これはちょっともう時間が悩んで見てみましょう。で、あ、そうだ、延直流も実際こういうふうに観測期間後半に向けて下降流のシグナルが突進してきますよ。それで、まず SLA のポジティブのアノマリもこう西風のところですね、叩かれてポジティブになってそれをこうやってきますねというのが、ちょうどだから、約束がどんどん下がっていくっていうことをうまく説明できそうですということです。だから、ダウンウェリングケルビンがスマトラに来てた頃にちょうど MGO が来たんでという最初の結論を言ってましたけど、まあ、それが大体この辺でそうなんじゃないか。だから表層だけ見てるとフレッシュレンズをどうやって壊すかっていうと MGO のフォーシングで延直コンをする。でこれをまず1点目で、
で背景バックとしてはダンベリングのケルビンベリングがずっとやってきてたということが続くので、トーン層は一回こう表層を壊して下がった後は、あとは勝手にダウンベリングで下がっているということが起こる。でその結果こういう地形となって、まとめると、だから最初フレスレンズのこういうプロファイルだったのを混ぜると、あの経度を緩和させるということがまず最初にとってというプロセスが、まあ、起こる。でもう一回 MGO の雨が降るのでフレッシュレンズが再びできちゃって MLD がこっちに戻ってしまうので最終的に85になっちゃうというのが結論というプロセスで、大体これが説明できますという話でした。その大規模場でフィルミンとかなんとかで電流がバーッとやってくるっていうのが、はい、あのそいわゆるなんていうか外海と内海で、内海側で観測してるわけですよね。で外海と内海はあの最初に、側線切ってみると全然違うというようなことを最初におっしゃっていた上で、でもあの大規模場でやってきてるやつは内海まで入ってきてるっていうと、そうですね、そういうことかなと思います。さっきあのホフメラーはこの外海の沿岸ケルビンとして書きました。確かになので、内海のグリッドはこうちょいちょいなくなっちゃうので、それがまあちょっと嫌だったんで、内海で無理やり作ることもできるんですけど、でまあモデルが死んでればまあ血をつながって同じような図になります結果的には。でここの海嶺を越えてそのダウンウェイングのケルビンのシグナルが内側に入ってこれるかっていう話です、ね、まあよくわかんないですけど入ってると思わないと説明できない。スマトラ島の海岸の潮位データとか、ああそうですね、そうですね、それを見れば分かると思います。入ってきてたっていう。でもなんか島があればこう沿岸ケルビンとして迂回して入ってくるというのは、あ、来るともある。はい、来るともある。それがなんかありそうな気がします。トペックスとちょっと合うんですね。トペックス、あ、すみません、ステリさんがエコで書かれたようなフォーメラをトペックスの生ってやつ、SSH って書いて、はい、それのホフメラーと、はい、スマトラの潮位データを合わせると結構合うってことは、まあ、このプロセスはちょっとわからないんですけど、大丈夫と、うん、はい、あ、それを堀さんが確認してた、はい、で、エコとトペックスの、まあ、一応両方見て、まあ、トペックスの SSH で強制かけてるので、当たり前言っちゃった。それはよく同じようなときめらいになります。で、安藤さんは拾い出してね、ちょっとこの辺からちょこちょこ入りながらこう入ってくるのもいるだろうし、ここの海嶺で入り口としてこう回り込むのもいるでしょうし、まあ、入ってきてもいいんじゃないみたいなことは思いましたけど、なんか変形半径の4分の1割でも結構入ってくるらしいんですよね。ああ、その幅が。幅が。きそうです。うん、まあ、そのエコのデータを見る限りは変じゃない、その内側も入ってるように見える、うん、でそのエコにはおそらくそのアルゴの内側にトラップされてたやつはきっと入っているから、そんなに変なことはしてないんじゃないかと期待 して、まあ、悪くないんじゃないかと。後ろさん、オスカーだっけ、なんかあれだけど、何度も見せたと思うけど、
その議論したときに、ね、テレビ認証でもそれこそ何パーセント入ってくるっていう、ちゃんと定量的、そっちモデルの結果ではあるけれども、定量的に出していて、で、明らかにすごい優位な感じで入ってくるんで、ただ、50キロのところ、プレバイミスのところでも何十パーセント確実に入ってきていて、ただ今回 100にするともうかなり入ってくるので、100とか、あ、違うかな、違う、100じゃない、外だと、何十パーセント入ってきて、で、なんか一応今その数字を探してるんだけど、100って何でしょう、深さ100キロのところでいたらそのぐらい入ってくるかとか、いやこの場所をやるとどれだけ本当に宇宙のことをやれるのか調べるのに、ここだったらもっと綺麗に外から抜ける、でも50でもプレーワイブシのところでもかなり入り込んで、そういうことだと思いますね、はい、今の皆さんおっしゃったのは物質がって言うんですか、物質が彼はですね、円とかなんかで取ろうとしてたとか、あれは単純にトラジェクトリーでしょ、トレースでやってるだけなので、あれだけど、トラジェクトリーで入るんだったら、なおさら、うん、いいですよ。で、そういうことは、篠田さんがなんかの、一番テレビにどのコントがやってる、東大カルムだからモデルなんだけど、確か、これ、審議の時のやつで、なんかやってるので、そこら辺、もうちょっとしっかり見て、彼のがどのくらい細かくやったか知らないけど、篠田さん。うん、3ぐらい結構浅いですよね。浅いか。あと100ぐらいが200もない。200全然ない。あ、3ぐらいっていうのをどう定義するかなんですけど。29。はい。まあ29の等温線で見る限りは。よくないですね。で100最大100って感じですか。でさっきのその回転地形図見ると。はい。そこって結構もうほとんど地形島だけで、はい、ケルビン波はほとんど感じないんじゃないですか、ね、ケルビン波ここまでどの違い入れるのかみたいな、そうだから普通に入ってこれるみたいな、あそこの一番、浅いところに200メートル、あ、ここはですね、そうですね、海嶺部が800メートルだから 1.5 層みたいなのを考えると、もうほんと上だけでこうどうか動いてるだけで、その海底地形はほとんど感じないんだ、これこの山って実はあそこ結構深いところなんですよ、海嶺って言ってる、うん、でさっきのその地図を見ると、地図を見てもそんなになんかそれなりの太さはあって、でも薬草より下に地面があったら関係ないですよね、うん、そうあ、そう、薬草ないの話があったな、うんうん、ここは仮想にない深いところを通ってた、何を食れば全然普通に大丈夫そうですか。どうなんですかね。ここの穴が開いてたから染み出してこれたのか、北から来たのか、両方あり得る。北がそれなりに出る北からも来るんでしょうし、その外側伝ってきてもそこで内側に。さっきの話だと南から回り込むっていうのもある。南、そうだからアルゴなんかはこの辺をこうぐるっとこうやってこの辺をふわふわしてたんですよ、あ、まあ、それは江戸物語が実際に流れてます、理由としてもこういう風に入れるぐらい、その赤のところが何メーターぐらいなんですか、え、なんですか、赤のところが何メーターぐらい、赤は200、あ、200、一番濃いのがあったじゃん、100、200、300、ここの辺はもう200切ってますね、ちなみにあの私が合わせた、パダンと、はい、もう一個バンジャンだったのは、あれ先生、今最初に一度サウスぐらいですかね、パダンって、一度ぐらい、1.5 ぐらい、1.5から2度、ここは、そこと、あとその澄んだ海峡の下のところで、澄、はい、んだ、あ、そうですね、はい、こっちで、このちょいで合わせてみました、はい、でそれは、まあ、割と合って、合計と合う、はい、ケルビン波のスケールで、あの同期しているように見える。内海にちゃんと外のシグナルがきれいに入ってくるっていう、はい、なんか例えばその台風の時によく言われているように、その滝までの効果がこう効いて、水温がどうなるかで、その MGO 君どうなってきた、雲の発達とか発達しないとかが
変わるようだと面白いなっていう、そこがあのちょうど分かってるようだね、うん、だからそれで姿勢が効いてもいいし、そこは一つの理由として、はい、そこ別の持ち方がなくなって、別の向きをするようだと、そこにまた特殊な穴ができるようになる。だからインディオの雲とその SST との関係って私よく知らんのだけど、もしその台風で言われてる程度に敏感にそのインディオに伴う雲が関係する、あの発達性質が発達現象が関係するとすると、同じような話が考えられる。単にこう海の方向になりましたというだけであって、さらにその海がその NGO にフィードバックするの、そうするとよく言われているその海大陸を揚陸しないとか、リケーするとかいう話とね、今やってる話が関係してくる。最初の人は何に言ってもいいかとか、そのスペキュレーションすればいいから期待してます。え、そうです。でも、あの結構、まあ、論文的なのかプレゼンテーションのテクニックか分かんないけれど、あのバリアレイヤーが深くなりましたっていう言い方はちょっとなんか、まあ、ちょっと若干違和感があるかもしれない。データが今までの定義で図書いたらこう変化してるように見えるけど、そうじゃなくて別のレイヤーが上にトン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 できてましてできてましてってするのを繰り返すのために、時系列を書くと深くなってる。もともとはあの複数のレイヤーがあるんでしょう。だから一つのレイヤーがこう深くなっていくというイメージよりも、上と下であの2層なり3層なり複数の層ができていて、それが、例えばたまたま値が合っちゃうからとか、まあ、上の方が混じって下の方と、値が合うから、最初3のレイヤーが一見深くなるかのように見えるとか、そういう話でね。なので、データ今までの定義でこう書きこうなりました、あので書いたら深くなって、あ、一気深くなったように見えます。だけど実際にはメカニズムがこうなってきた。そうなんですね。ちょっと最終的に買い取りなのインプロダクションをちょっと考えなきゃいけないかもしれないね。だからそう、それは要するにいろいろやってみた結果分かったことがそういうことなんです、うん、そのマルチプルレイヤーがどういうふうにこう積み木として崩されていくかみたいな話なんですけど、うん、ただ今までの、バリアレイヤーっていう概念はあくまで、延直混合を、上からのインプットによって、延直混合が起こるのを、防ぐというか、その障害になるバリアになるというでしょ。だから、それとはちょっと違うような気がする。そういう意味でバリアレイヤーってやるんだったら、って考えるんだったら、どういうことかな、むしろ MJO で2発目が来るでしょ、2発目の延長コンボが起こる。もし出来上がった後に対してはバリアとして働くけど、そう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 、バリアとして働くためのその層自体は最初どうやって作るのかは要するに論じてなかったんですよ。あ、そういう意味では、なので、MJO が来た後に、1回2回がだから、2回目の来た時に混合層がここまでしか発達できませんでした、あれはしませんでした。で実際で下に、まあ1回目のところでこれぐらいもうあの、バリアレイヤーなりなんなりができてたから、2回目はここまで発達するんですね、うん、ですよという、うん、このイメージなのかな。そのマルチプルな考え方自体は、うん、そのちょっと最初のレビューの2個目ぐらいもそうなんですけど、うん、結構複雑に何層も作っておいて、うん、それをどうこうブロックを持ってくるかっていう、それを水平流で話をつけようとする話は存在するんですよ、うん、過去の研究で。それ自体も一応、うん、一点プロファイルで観測した見た目で論じるしかないから、それはスピンというんですけど、うん、でもまあ実際結論としてオチとしては、要するにマルチプルのやつがうまく噛み合わさってこうなったなっていう話という意味ではあんまりその差はないのかなと思います。ただそのドラスティックに、60になったとか、その急激さ自体はオリジナルキーパーと思いますけど、そこも、深くなって言っちゃっていいのかな、いや値的に定義で計算したら深くなるんだけど、それこそ、定義においてね、下の方はもう
の方はそっくり混じっていて、上の方の基準のたるところがちょっと、グラジャントがあるから、そこを基準取っちゃうと下とは混じってないように見えるけど、ここはすでに混じっていて、それはすごく肝で、例えば11月30日に同じ MGO が来ても同じ話にはならないってことですか。うん、まあ、あと、あともう一つあったのが、MGO が来た後にも、アイドサーマルレイヤーじゃない、薬草が深くなりすぎて、はい、あれ結局ケルビン波っていう説明してるけど、それでいいんだろうか、いいんだろうかというか、そんな、まあ、短時間で、長期のこういうのだったらいいんだろう、何十日とかいうスケールで深くなってるのはそうですよね、いいんだけど、数日間で深くなることに関してもそれはケルビン波で説明していい、長期というかまず1ヶ月全体で、だからトレンドとして深くなってるのは分かるけれど、MJO が来た後の、深くなってるところも、同じメカニズムで説明していいと思います、っていうか、そこがちょっと気になって、要するに深くなっていくストレッチングの速度自体は、期間の最初の後もあんまり変わっていないことですね。なんでそんなこと言うかっていうと、ターボマップの、イプシロンかなんかの図解っていうね、それで下の方にピョンって飛んでるレイヤーがあったじゃないか、 あそこあれってなんか物理的になんか飛んでないのかなって、いや、ミキシング自体は2発目の方はちゃんとミキシングも結構深くまで入ってると思います。深くまで入ってるっていうのは、上をポンと叩いて、上から下までがミキシングされるんじゃなくて、上に乱流の、ところができて、それが、何らかの形でその乱流自体が伝わっているというよりも波が伝わっていって、それが周りに乱流を起こすという可能性はないのかね。波ですか。それは、縦波ですか。何でもいいというか、それこそ感染振動とかでいいと思うんだけど、ちょっと宗教が真面目に分かんないけど、そういうふうに急にそういうのが下に現れることがあるはずなので、その辺、それこそ明日ケルビンと話してみたいかもしれないけどね、そこまで区別しようとはしてなかったですね。そのアプリに関しては、なんで、下の方のアイスサーマルレイヤーがの深くだっていうのが、単純にケルビン波でしたんだと正直言ったろう、何か持ってこれないかなっていうのが、こういうところであってもいいじゃないかな。もちろん、僕はちゃんとデータ見てるわけだから、証拠はしっかりあります。休日の問題だと思うんですけど、そうまさにそういうこと。アイゾさんは、要するに本当にボトムの底辺をほじくっていくところには、ストレッチングじゃないと厳しいと思うんですよ、物理的に。まあ、そうなのか。薬草のあたりって、テンパレーチャーなりシグマなりのぐらい、延長ぐらいだときついよね。延長ぐらいじゃんと変わってないのかな。変わります。延長ぐらいじゃんとの、時間変化を見てやると、そうです。だからその延長ぐらいじゃんと、ILD ってのは薬草での乱流混合の強度が見れるじゃない。薬草がきっちり出てるか、それともグラッとしてるかで。温度の解の方も、温度のシグマでもいいんだけど、イプシロンじゃなくて解のデータも違うと思いますけど、本当に薬草のもっと100よりちょっと下のあたりは解の検分で。日常性、確かに、それはでも確かに温度、薬草自体がそれが強いのはいいんだけど、強いじゃないや、その辺はそれは上空じゃなくてきちんとあるだろうなと思うんだけど、それの程度が変わったりとか、あとそもそもこの、どちらにこの辺プラチナが変わってたりしないかねというふうなことです。単純なグラジュアントです。何方法があればあって、下をどんどん掘ってくるんだったら、
あ、ごめんごめん。そうだよ。ということでした。すいません。